はい、皆さん明けましておめでとうございます。栄養家の小泉です。はい、皆さんお元気ですか？はい、本日は栄養のワークブック第3弾です。栄養士について解説をしていきます。それでは頑張っていきましょう。はい、では75ページの栄養士見てみましょうかね。まず1番です。括弧内の語句を並べ替えていきましょう。はい。これ日本語訳ないからね、ちょっと注意しましょうね。これは主語なれもな。これじゃないよね。はい。ぜいだね。ぜい。はい。動詞は？はい。せだね。ぜいせろ。はい。そうしますと、ね。フレッシュ、フルーツ。ね。で、最後にあっとけたね。はい、フレッシュフルーツアットザマーケットとなりますね。はい、でこれはもちろんフレッシュだからフルーツとなりますね。はい、必ず並べ替え SV ね、 SVO だね、の形になります。はい、2番です。神戸 is、 はい、これは be famous for かな。はい、神戸有名です。なんて意味かって言ったら、ね、it's beautiful night view だね。で、有名だってことね。その、美しいナイトビューで夢だってなります。あれ、そうすると、足、質が残っちゃうね。ね。これはまずいね。そしたら、このアスティはどこに行くでしょう。ね。ナイトビュー、美しいナイトビューで有名な都市ですよって持ってくしかないよね。はい。そしたら、最初持ってきちゃおうか。ここだね。神戸イズアシティ。神戸はね、町ですよ。どういう町ですか？ね。はい、この人に気がしていきましょう。famous for its beautiful night view と。はい。で、私ね、SVC の話。で、この famous って気がしたのが後ろから前に、このシティを説明していると、ね、そういう形のものね、なります。はい、3番いきましょう。 My grandfather、 私のおじいちゃんは、はい、そうすると動詞は uses かな。何を使ってるかというと a public library だね。で、 often は副詞ですので、これは基本的には動詞の前に入れていきましょう。ですから My grandfather often uses a public library となります。はい、これは副詞ね、 SVO となります。ね、パブリックは公共のとこね、公共の図書館のとこになります。はい、4番いきましょう。I open left door。これ意外と難しいよね。ね。I left。left はもちろん、なんとかのままにしておくってことだからね。何を？はい、これドアだからね。the door。それを open。ね。これは、SVO, C の形。ね、これは、私は、ね、ドアを開けたままにしておいたってことだからね。なので、これは、開けっぱな
日にしたという意味だからね、注意をしてください。はい、5番いきましょう。There is これは something なのね。はい、で何か何とかなもの、必ず something 形容詞です。はい、こんな形容詞はこれだね。 something wrong、 何か間違った、悪い、ね、ものということですね。はい、 There is something wrong、 つまり、何か悪いところがあるということですね。ところです。で何に with my スマートフォンです。はい、ね、There is something wrong with my smartphone。 これで私のスマートフォンに何か悪いところ、どっか調子悪い、良くないところね、がありますってことだね。はい、There is は何とかがあるということだからね。はい、はい、ですかね。じゃあ6番いきましょう。Boring thought we his speech、ね、Boring というのは退屈だってことね。ってことは我々は We thought 思ったわけです。何を、もちろん his speech ね。はい、スピーチがboring、 退屈だと思ったわけね。はい、SVOC ですね。彼のスピーチは退屈だと思ったとですね。はい、という形になります。おそらく皆さんね、SVOC のね、この6番とか、あと4番、この辺の並び替えがとても苦手です。ね、おそらくこの辺が試験に出ると間違えると思いますので、この4、6、特に注意をしてください。はい、じゃあ2番行きましょう。日本語に合うように、括弧内に適切な声を入れましょう。はい、I was lost。はい、私は迷子だね、これ。was be lost はね、迷子になって。はい、知らない町で一人ぼっちでした。この知らない町っていうのはこれです。ストレンジね。ストレンジっていうのはこれは不安ないなっていう意味で使うんだけど、よくわからないとこね、時使う言葉なんですね。覚えていきましょうね。はい、で一人ぼっちだったとこですね。一人ぼっちはこれだね。アローンだね。アローンインナストレンジタウン。これですかね。はい。はい、2番です。Don't be so angry with Mike. マイクにそんなに怒らないで。He's a、はい、ほんの子供です。これ、ね、only を言いたくなっちゃうね。でもこれは、これなんですよ。mere、ね。He's a mere child. となります。これはね、ちょっと注意しておいてくださいね。これは大、まあ、全く同じだけど、大体これと同じです。Only a child と同じ。ね、語順注意ね。ね、mere は a mere child。ここに来ます。ね、直接名詞をこう収束するんですが、ね、only は、ね、only a child。こうなりますからね。はい。ね、only を入れないように注意しましょう。mere child となります。はい、3番です。He fell in class. 彼は授業中に居眠りをして。はい。これはね、眠りに落ちてしまうので、fell asleep。はい。という形容詞を使いましょう。ね。もちろん fell はこれ、fall ね。fall asleep。眠りに落ちるんだね。はい。なので、居眠りすれば、he fell asleep in class となります。and was scolded by the teacher. はい。これは scold が叱るね。はい、これは叱るという意味ですからね。だから、
was scolded 受け身にしますから叱られたとなります。はい、はい、4番です。She has two brothers and younger sister。お兄さんだね。お兄さん2人と妹が1人。妹は younger sister って言いますね。年が若いんだね。はい、お兄さんとは年上なので、これは to older もしくは elder だね。はい、でいいと思います。ね、older sister、brother もしくは elder brothers となりますね。はい。5番です。We are 何々 you make your dream come true。私たちはあなたが自分の夢を叶えるだろうと確信しています。はい、確信している。はい、これは、We are、ね、これは sure だね。We are sure、ね、きっと必ずってことだね。はい、We be sure です。もしくは、certain でもいいかな、これね。ね、We are certain、ね、これも確信しているみたいだからね。これでしょうかね。はい、6番 I was told the news of their marriage。 私は彼らの結婚のニュースを知らされたんだと。誰からかというと、ある人から、ある人が聞きましたね。これは、うん、これもあれだね、サートゥンだね。あ、サートゥンパーソンね。これとある人とか去る人とかねってみたいね。まあある人からってことだね。はい、そういう意味で使うサーティもありますからね、覚えておきましょう。はい、3番いきましょう。はい、括弧内が適切な語句を選び英文を完成させましょう。はい、1番です。 There is、 はい、はい、これはもうミルクね、これはミルクは液体ですからね、当然数えられないアンカウンタブルな名詞ですから、これはあ little です、ね、a few は数えられる場合に使う、ね、いくつかのところだからね。はい、There is a little milk in the fridge。 フリッジはこれね、冷蔵庫です。冷蔵庫のことね、言います。リフリッジレーターの略だね。はい、2番です。 There are、これはあがあるかないかね。 Oranges in the box if you'd like one。 There are、ね、要はこれはあがある場合ない場合っていうのはね、その箱の中にオレンジが少しあるって場合は a few です。で、あがなかったらほとんどないって意味です。これは you do like ってことは you do like ってことはね、would like ってのは want と同じ意味です。ね。ね、if you like one ってことは、あなたが欲しかったら箱にオレンジがって言ったらさ、ね、少しなかったらあれじゃない、ね、少しあるよっていうのが普通だよね。で考えれば、これは当然あ、フューの方が正解になります ね、 ね。はい、3番です。Young people send New Year's cards to their friends。 はい、これはね、意味ないともかく、young people、人々ですからね、数えられますから、これは当然、答えは few になります、ね。で、先ほど言ったように、あがなかったらほとんどないって意味ですので、ね、若者は、ニューイヤーズカードを友人たちに、ほとんど、ね、送る若者はいないとこだね。はい、ね、まあニューイヤーズカード、これは年賀状かな、ね、年賀状を友人に送る若者はほとんどいないってことだなという意味になります。はい、
どちらにしてもね、数えられる名詞は見つけるのは few の方です。4番です。 He has、はい、これはどちらかというと、はい、これは先ほどどっかでまた ねホームワークは数えられないアンカウンタブルな名詞ですので、当然これは答えはアロットブの方です。ね。メニューを数えられる名詞につけますので、これは使えません。ね。これは待ってたらば、これは丸です。ね。はい。5番です。You don't need、はい、money。お金もやはり数えられません。お札は数えられるけどね。コインとかね。だけど、お金は多いか少ないかで、測るものです。ってことなので、これは当然マッチです。ね。You don't need much money to eat well at the restaurants. そのレストランで十分に食べるためには、あまり、ね、お金は必要ないよってことだね。Not much だからね。ね。とても必要ない、たくさん必要ないってことだからね。まあ、あまり必要ないってことで捉えてください。必要ないと捉えましょう。はい、6番です。There are、はい、クラウズだね、はい、複数形名詞につく場合、ね、この場合は数えられる方だから、これは few の方ね、やります、ね、はい、空に、今日空にクラウズは雲だね、雲がほとんどないんだ ね、はい、It won't rain、 これはもちろん will notですから、雨は降らないでしょうということですね、はい、雲がほとんどないから雨は降らないでしょうということになります。7番 I have visited Okinawa、 はい、これは沖縄を訪れました。はい、タイムズ、普通はタイムは数えられない名詞なんですが、こうやってね、回数を表すときにはこれは数えられる名詞として扱いますね。 S がありますから、当然これは many です。 many times で何回もということでね、何回もと沖縄を訪れましたとなります。はい、お疲れ様でした、宿題の配信はこれが最後となります、はい、ね、休み明け1月8日には宿題をね、提出できるようにしっかり準備をしてください、ね、はい、今年は皆さんにとって進路実現をね、する3年生ですね、はい、しっかりね、頑張って勉強していきましょうね、はい、それではまた近いうちにお会いしましょう。 See you!